やっちゃうよ。大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、BGM こんなもんかな。ちょっとね、寝起きすぎて、マジで爆発してるんで、とりあえず今日はゲーム画面、今日はっていうか1本目のね、この動画は、まあゲーム画面だけでね。てか俺が、ちょっと寝ぼけすぎて、昨日ね、夜、どんだけだろう、朝の5時ぐらいまでミラティブやってたんですよ、俺。で、マルチでラット抜かそうみたいなのやってて、今ローカル3位なんですけど、はい、履歴。このね、最後に、ラット抜かすリーチの時に、マイナス45食らって死亡したんですよ。なんでね、ちょっともうそれで泣いて、結局抜かせないで寝たんですけど、そうですね。なんで、さっき起きたのが2時ぐらいかな。で、そっからアニメ見て、そろそろ動画撮らないんだな、つって。で、いつも大体俺5時15分に動画1本目上げてるんですけど、このままだと寝ぼけすぎて、ちょっと上げれないかなって感じしたんで、なんかね、俺がその撮ってそこで、実写も撮るとね、あれなんで、あれなんで、とりあえずゲーム画面だけで撮って秒で上げちまおうかな、みたいな感じで撮りました。はい、ということでいきたいと思います。映画やばい。EGM 大丈夫かな？まあ、大きすぎるより、ちっちゃすぎる方がまだマシだと思うんで、気持ち小さめにしておきます。マッチングしねえ。なんで？なんで俺のトロが高すぎるからかな。あ、来た。よいしょ。とりあえずこの位置に速攻で投げるって KK が言ってた。KK マジで開幕寸前、開幕した途端にパーンって投げるからな、あそこに。よいしょ。やめてー。ロリババコウモリってことはペッカ説が、あ、はい、ペッカですね、これ。よいしょ。これは突破されるかな。よいしょ。ロリバー回ってるかな。ロリバーコウモリ吹き矢優の工場回ってんな。ちょっと待つ。はいはいはい。ここにさすがにロリババでも避けないと思うんで、俺が枯渇なんでね。なんで、よいしょ。まあまあやな。まあまあいい処理してきやがる。よいしょ。その吹き矢の位置はさすがに美味しいんだよな。出すとしてもここら辺ですね、相手は。じゃないと丸太打ちやすすぎる。これまだ回ってないんで。あー、マジで？そういうことする。よいしょ。こんなもんやな。毎回ロリババでいい感じに受けられる。ライドラしかいないからこれ引き出すか。よいしょ。コウモリ？ライドラだよね。オッケーオッケー。よいしょ。これはね、あれですね。いないんで。いけ！オッケーオッケー、よくやった。これいいぞ。おーし。ユーノとか出てくるな、多分。いらんな、このアイスピ。ヘボい。ヘボすぎるわ。あいつは速攻で処理しなきゃいけない。よいしょ。これ、端前も蓋しないと。オッケー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 。ライトニングって分かったんで、マジ速攻で回して、もう一回、あれですね。これ処理できるやつがいないはずなんで、はい。よいしょ。プリンセス当たれ、もう一発、もう一発、オッケー。よいしょ。オッケー、オッケー、オッケー。これで凍らせてあげて、ああ、全然痛くね。
はしまいワンちゃんコウモリか。あれで、ライドラなんですよね、蓋が。よいしょ。はしまいプリン。やるやんけ。まあまあやるやんけ。OK。よいしょ。外せ、外せ、外せ、外せ。おお、やるやん。やるやん。よいしょ。はい。いや、それは焦りすぎですね。さすがに。こいつには丸太打って、これライドラかな、相手。そんな襟ねえな、きっと。OK、終わり。あ、そうそうそう。最初に言うの忘れてた。俺がなんでこれロケットじゃなくて、これ天ぷらロケットなんですよ。なんでファイブなのって思う人いると思うんですけど、単純にロケット今まで使ってこなかったんで、多分ね、ちゃんと使えないんですよね。その、打ちどころとか、なんだろう、ポイズンとかファイブばっかり使ってきて、ライトニングはまだ範囲が広いから使えるんですけど、まあ言うて下手っすけどね。なんだけど、やっぱ4コス呪文に慣れすぎて、ロケットなんか正直今まで1回も使ってこなかったんですよ、本当に。うんうん。なんでね、単純に打ちどころが打って、これはもう打って手札回して、もう一発打てるとか、そういう感覚がまだわかんないんで、守れるとか、6コス使って4コス打ってこれ守れる守れない、まだわかるんですけど、6コス打ってこれ守れる守れない、ちょっとまだわかんないね、感覚的にね。なんで、ファイボにしてます。まあ、言ってファイボでも普通に玄関と戦えると思います。まあ、30とかも多いしね、普通に。よいしょ。この位置にそこで投げるといいって。覚えといて。なんで丸太いんの？揃いも揃って。アイスピン投げていこう。よいしょ。なるほど。ミラーか。マルタスケミラーってことは、スケってことは、あれやな。トルネ説があるな、普通に。やめて、やめて、あぶな。トルネ説が出てきた。おい、くぐる。くぐるでーす。ズルズル、くぐるでーす。オッケー。こんな感じで。オッケーオッケーオッケー。とりあえずは、落ち着きポイントやな。ここで、アウトローを出していって、チュチュチュンと、アウトロー出していく。アウトロー出していって、ほんでもって、これは、まあ、プリンセスを無難にね。無難にプリンセスをしていき、この辺で吹き矢が来ると思うんだよな。はい、来た。甘いから。届かねえから、俺にそんな攻撃。よいしょ。やばい。やばい。届きそう。俺にその攻撃届きそう。あはは、届いた。届いたわ。俺にその攻撃届くわ。結構届く。言っとくけど。やめてよー、投げろ。オッケーオッケー。許す。許す。よいしょ。吹き矢かな。ライドラね。オッケー。ならこれでいい。ライドラのメタカード吹き矢な気がするんだよな、普通に。普通にこう届かないからね、あんま。届くんかーい。はしまいなんか足してくるかもしれないんで、はしまいに来るタイミングで丸太打つ。もしこれで工場とか足してきたらめちゃくちゃ美味しいですしね。押すしね。やめてくれー、それだけは勘弁してくれ、ほんとに。嘘でしょ。嘘をつけー。キザル。おっしゃ、オッケー。吹き吹き、おいしょ、回ってんの早すぎん？さすがに早すぎると思うで俺。ギャングが来る。おい、ふざけんな。マジで？マジで？マジですか？それ本気でイート張りますの？バレルペッカですか？なえるわー、それはなえる、さすがに。やーだー、やだー、もう一発いこう。
やだな、それはちょっとやだな、無理かな、ちょっとよろしく、一発ずれた、ちょっと無理かな、それは。何それ、よいしょよいしょ、おいしょ、うまい、うまいぞ、うまい、ライキジョーンズ、あはー、マジかよ、ちょっと待って、これでいいや、おい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 、まあいいや、これでカウンター、アホみたいにカウンター取れると思うんで、頼むプリンセス、上向け、上上上だよ、どこ向いてんじゃん、これシンプルにバレルいけたな。これ4襟で出してるみたいな顔してるもんな、普通に。このベビードラ。うん。とりあえず。あーはー、溶けすぎ溶けすぎ。危な。危な。構えておくか。なんか来た時用に。OK。危なマジで、よいしょ、あかんってそれは本当に、それ人としてやっちゃ、オッケー、これは何で来るかな、なんかさっきベビドラだよね、オッケー、これ向くんだよな、吹き矢が、これが強い、やめて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 、あーもう、あーもうやめてやめてって感じですね。やばい、トゥワイスファンにしばかれそう。よいしょ、オンスにしばかれるわ。よいしょ、とりあえずプリンセス出して、気持ち遠めでも行くんですね、結構。てん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 、これはいける、ぶっ壊せる、オッケー、オッケーオッケー、ウキウキ、よいしょ、あ、いいよ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 、仕事してる仕事してる、あーきつい、それはそれはきついな、ちょっとちょっときついかな、よいしょ、はい、強い、 OK、 まあさっきの負けはちょっと誤差みたいなとこありますね、これで勝って3勝1敗で終わらせよう、よいしょ、まあ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 、よろしく、よろしくバレル、あー、いいね、焦ってしまったな、きっと、え、今は投げるみたいな感じで焦ってしまったよ、きっと、よいしょ、一発一発、あー、二発、いいよいいよ、吹き矢いいよ、いいいいね、スキアイスピってことは 2.6 かな、でザップってことは、はいはいはい、なるほどね、そういう民ね、ファイボで行くな、これ、よいしょ、どうせスケとかで守ってくるから前に投げて、はしまいプリンスか、よいしょ、おい、よいしょ、丸太切った後だ、丸太ってかザップ切った後だったんでね、まあこのくらいはね、まあやって当然みたいなのがあるな、おや、そのファイブはもうこれザップしかないと思うんで、まだアイゴレかザップ、これでアイゴレ切らせたら美味しい、オッケーオッケー、美味しい美味しい、ザップ来るけど守りに使いたいね、ですよね、ですよね、はい、俺のギャングにそんな好きは聞かないよって、でこれはアイスピしかいないから
マスケと ISP しかいないですよ、今相手がこうやって処理できるのは。大砲があれば大砲かな。はいはいはい。ナイゴレつけて、ホグかな、きっと。来るよ、ホグが。おいしょ。ミスった。ISP と間違えた。まあ、手札の周り的にね、そんな感じなんでね。まあ、ザップなんで、これでザップで処理できると思わしといて、アウトローでタギを取ることに。あーい、ファイボー来た。いいね。よいしょ。よいしょ、完封丸。なるほど。よいしょ。これファイブマルタで落ちないんで、攻めちゃいます。攻めちゃうよ！エオニースって感じですね。よいしょ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 。あ、ちょっと気分がいいんで、もう一回やろうかな。何分だ、今。16分か、やりすぎだ。終わるご。ってことで、まあね、最新式の枯渇ですね。まあ、ここはプリンスだったんですけど、元は。なんですけど、まあ、環境的に吹きやすね、完全に。タルババ多いし、ライドラのメタカードでもあると、個人的には思ってるんで、うん。射程的にね、外からぶん殴れるんで。まあ、そんな感じかなーってことで、今日はね、こんな枯渇を紹介したんですけど、まあ、同じやっていたいと思うんで、ぜひね。まあ、よろしくお願いします。という感じでね、まあ、高評価、チャンネル登録お願いします。ということで、今日はこの辺でお疲れ様でした。あ、昨日の動画見てくれた人用にありがとうございます。音だけ。